本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。定刻になりましたので、ただいまから第9回東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理の在り方に関する専門家会議を開催いたします。まず本日は、中村委員におかれましては少し遅れるとの、ご連絡をいただいております。また新井委員、春日委員、鈴木委員、万委員より ご欠席との、ご連絡をいただいております。また本日は2名の方からヒアリングを行う予定にしておりますけれども、津金先生におかれましては、途中の18時30分頃から出席になると、その旨を、ご連絡いただいております。次に議事開始に先立ちまして、本会議傍聴者の皆様へ、留意事項を申し上げます。まず1点目、円滑に議事を進行させるため、事務局の指示に従ってください。2点目、傍聴中は静粛を旨とし、発言、拍手などの賛否の表明やこれらに類することによる議事の進行を妨げる行為はご遠慮ください。またご質問やご意見がある方はお配りした用紙にお書きいただき事務局に提出してください。3点目、携帯電話、アラーム付きの時計等は音が出ないようにしてください。4点目、その他事前にお配りした内容についてご注意をいただきたいと思います。これらをお守りいただけない場合には退場していただくこともありますので、よろしくご理解をお願いしたいと思います。それでは会議に先立ちまして福島政務官より開会の挨拶を申し上げます。皆様こんばんは。環境大臣政務官の福島でございます。委員の先生におかれましては本当に夕刻のお忙しい貴重な時間帯、また本日は本当に大変暑くなっておりますけれども、暑い中にもかかわりませずお集まりいただきましたこと、心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。またこれまでも8回にわたり精力的にご議論を賜りましたことを心から御礼を申し上げさせていただきたいと思います。本当にありがとうございます。また本日はこれまでの議論を踏まえまして被爆線量の評価のまとめ、そしてそれを踏まえました健康リスクの評価についてご議論をいただきたいと考えているところでございます。特に WHO やアンスケアなど国際機関での評価も踏まえまして、本専門会議としての科学的な評価をお願いしたく存じます。また本日は大変お忙しい中、宮内先生、そして後ほど津金先生にもご出席を賜りまして、2名の有識者の先生からいろいろまたご意見をお伺いさせていただきたいと思いますので、本日はどうかよろしくお願いいたします。本日はこの両先生にもご指導を賜りながら、今後のしっかりとした議論を深めていくためにも皆さんとともに力を合わせてやっていきたいと思いますので、どうかまた長時間になりますけれども、また本日一日よろしくお願い申し上げます。本当にいつもありがとうございます。福島政務官におかれましては公務により途中で退席いただきとなりますので、あらかじめお伝えをさせていただきます。続きまして、本日お配りした資料について確認をいたします。次第の下の方に、配布資料一覧として、載せておりますけれども、資料1につきましては中間取りまとめに向けた線量評価部分の要点案、資料2につきましては、健康リスク評価の各論点に関するこれまでの議論、資料3につきましては健康管理の在り方に関する各論点に関するこれまでの意見、過去概要となっています。それからヒアリングでお越しいただく宮内先生の提出資料、それから津金先生の提出資料を配布してございます。それから参考資料につきましては何点か配布しておりますけれども、参考資料1として福島県内における大規模な内部被爆調査の結果、参考資料2の1として、WHO の、専門家報告書の概要、それから、これ8回目に参考資料として、お配りしたものを、採用しております。参考資料2の2として、WHO 健康影響報告書概要です。それから参考資料3の1として、アンスケア報告書の概要、3の2として、WHO リスク評価に関するアンスケアのコメント、それから参考資料4として、東京電力福島第一原子力発電所に事故に伴う住民の健康管理の在り方に関する専門家会議開催要項というものを、配布しております。
このほか委員の先生方には基準の配布資料として2点お配りしております。まず1点目でございますけれども、前回の第8回の会議で、ヒアリングでお越しいただいた森口先生から提供していただいた資料でございますけれども、事務局の不手際がございまして、配布する際にですね、差し替え前のものをちょっと配布してしまったというふうな状況があります。該当ページのみ、今般非常配布をさせていただきました。またウェブ上に公表している資料につきましても、既に新しいものに差し替えておりますことを申し添えます。また2点目でございますけれども、昨日子ども被災者支援議員連盟の会長から送付されました申し入れにつきまして、こちらの方もですね、非常にお配りしております。資料が揃っておりますことをご確認いただき、過不足などございましたら事務局までお申し入れいただきますようお願い申し上げます。それではこれより議事に入りますので、この以降の進行につきましては座長にお願いいたします。それでは第9回の専門家会議の議事を開始いたします。本日はお暑いところ、お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。で、議事でありますが、第1番目が被爆占領評価について、これは今までの議論のまとめをかなり何度も議論しましたが、さらにまとめ の最終案に近いもの、皆さんにもご覧いただいてご意見をいただいたもの、まだ最終ではありません。直すの余裕はありますが、ここで議論していただきます。それから2番目は被爆占領評価を踏まえた健康リスクの評価について、これは今まで何度も議論してまいりましたが、これもまだこれはまとめというよりは今日積極的に委員の方からご意見をいただいて、この次にまとめの文章ができるように皆様からご意見をいただきたいと思っております。3番目はこれから入っていくこの委員会としては一番大きな責任のある健康リスク強化を踏まえた健康管理のあり方、そういう具合でに進むつもりでございます。まず最初に被爆占領評価につきまして事務局からお説明いただきます。では資料1についてご説明させていただきます。お手元にご用意いただければと思います。この資料1、中間取りまとめに向けた占領評価部分の要点括弧案としておりますが、これまでの占領評価に関する議論を踏まえまして、永田座長の指示で事務局の方で簡潔に整理をさせていただいたものです。事前に委員の先生方には送付をいたしまして、あらかじめご覧をいただいております。また事前にいただきましたご意見あるいは修正のご提案は資料準備に間に合う範囲で解説をしてございます。なお中間取りまとめとして、お示しする際にはこれまでの会議資料を活用しまして詳しい注釈あるいはそれに類したものを付して丁寧な記載に努める所存でございます。例えば調査の概要でありますとか、用語の解説といったものもそこに付けたいと思っておりますので、そういったものを省いた要点の部分を今回資料1としてご用意しているということでご理解いただければと思います。大枠のところを順番にポイントになりますところを申し上げていきたいと思います。まず1の基本的な考え方です。1つ目の丸のところ、少し事前に配布したものから一部修正加わっておりますのでご確認いただければと思います。読み上げます。国として住民の健康管理の在り方を検討するために東電福島第一原発事故による放射線の健康影響が見込まれる集団における被爆線量を把握評価することとした。その際事故後3年以上が経過する中で集積されつつある個人の被爆線量を把握することに努めたとしてございます。続きまして2ポツの被爆線量の検討のところです。両括弧1、事故初期の甲状腺被爆福島県内についての資料です、概要でございます。まず1つ目の丸で、1080人に対する小児甲状腺肝炎測定調査の概要をまとめておりまして、2つ目の丸ご覧いただきたいと思います。本調査結果には評価上バックグラウンド値の取り扱い等の不確実性が存在するが、以下の推計値、下の A から C のところ、これを合わせて考慮すると、旧警戒区域であっても、
甲状腺被曝線量が100ミリシーベルトを超える被曝を受けた住民がいたとは考えられず、50ミリシーベルトを超える被曝を受けた住民も少ないと考えられるとまとめてございます。そして3つ目の丸をご覧いただきたいのですが、ただし測定を実施していないものもおり、その中に100ミリシーベルト以上の被曝を受けた者がいる可能性を否定するものではない。しかしながら健康リスクを捉える上で最も保守的と考えられる接種シナリオを前提としても、それが上記の評価を上回るものとは評価されないとしてございます。おめくりいただきまして、画面2ページ目です。福島県外につきましての甲状腺被曝の評価でございますが、構成としては先ほどと同様、まず実測値について記載をしておりまして、2つ目の丸ですが、上記の実測値および以下の推計値を考慮すると、福島県外の住民の甲状腺被曝線量は50ミリシーベルトを下回るものと考えられるとまとめております。続きまして両括弧に外部被曝についてです。こちらは1つ目の丸で福島県内の調査について述べておりまして、2つ目の丸で福島近隣県について述べております。3つ目の丸ですが、まとめとして従って住民の外部被曝線量は福島県内で5ミリシーベルト未満、福島県外でもそれを上回るものではないと考えられるとまとめております。続きまして両括弧3、内部被曝、両括弧1を除くとなっております。事故初期の甲状腺被曝を除いた内部被曝という趣旨です。こちらも同様に1つ目の丸で福島県内での調査を説明しておりまして、2つ目の丸で福島近隣県でどうであったかと、そして3つ目の丸で従ってまとめとしてですね、一般に流通している食材を用いた食生活を送る限り、食品中の放射性セシウムによる内部被曝はホールボディカウンターの検出限界以下と考えられるというふうにまとめてございます。これが資料1の概要ですけれども、いくつか補足でご説明をさせていただきます。まず今の見ていただきました2ページ目のところでございますが、これまでの会議の中であまり触れられてこなかった点で過失している部分についてまず述べたいと思います。2ページ目の両括弧2のところの1つ目の丸のそのうちというところでございます。先行調査に関するものも過失した方が良いという座長の指示で過失をしてございます。それから2点目ですが、両括弧3内部被曝、両括弧1を除くというところの1つ目の丸の2分目でございます。また読み上げますが、また対象者の抽出過程にバイアスがないと考えられる集団で、2012年夏以降は内部被曝が検出限界値未満であったとの調査報告がある。こちらの調査報告につきまして、第1回の会議での資料2の1で、ホールボディカウンターによる調査の一つとして掲載だけしておったのですけれども、これについても改めて言及した方が良いということで、ここで解説してございます。この内容はお配りしております参考資料1の早野龍吾先生その他の皆様の論文、それを日本語でまとめたものを参考資料1としてお付けしてございますが、この内容に相当いたします。まずここまでが補足でございます。最後にですね、本日ご欠席なんですが、春日委員から事前にご意見をいただいておりますので、それについて申し上げたいと思います。春日委員からのコメントは3点ございます。まず1点目です。1ページ目にお戻りいただけますでしょうか。1ページ目の2、被曝線量の検討というところですけれども、福島県内の記述の2つ目の丸のところです。先ほど読み上げましたように河川部の2行目のところ、甲状腺被曝線量が100ミリシーベルトを超える被曝を受けた住民がいたとは考えられずという表現につきまして、春日委員からここは考えにくくというふうにとどめた方がいいのではないかというご指摘をいただいております。その理由といたしましては、3つ目の丸のところでただしということで測定を実施していない者もいるということに言及しておりますので、この部分全体としての整合性を取る、論理的な整合性を取るべきではないかというご指摘です。2点目、2ページ目にもう一度お戻りいただけますでしょうか。両括弧に外部被曝の1つ目の丸の1つ目の丸、そして3つ目のまとめの丸の部分です。でここではですね、先生からは福島県民健康調査の部分で、
いずれの調査でも、まあ、こちらでは、まあ、99.8% が5ミリシーベルト未満であったうんぬんというまとめを、まあ、事実関係として記載をしておるのですが、それに加えていずれの調査でも放射線業務従事経験者を除くと自己汚染量は最大25ミリシーベルトであって、それを上回るものはいなかったということを解説した方がいいのではないかというふうにコメントをいただいております。それに伴いまして3つ目の丸のまとめの部分でも、福島県内で大多数は5ミリシーベルト未満であったと考えられ、また福島県外でもそれを上回るものではないと考えられるといったような修正をしてはどうかというご意見です。3点目です。続きまして両括弧3の内部被曝、両括弧1を除くという部分、こちらにつきまして3つ目の丸のところになりますけれども、まあ、従って一般に流通している食材を用いた食生活を送る限りとありますが、まあ、ここの部分はあくまで食品摂取による今後の話、まあ、平成24年夏以降の話であろうということで、県内のホールボディカウンターの結果を踏まえていないので、この3つ目の丸のまとめは記載として不十分なのではないかというご指摘をいただいておりまして、まあ、修正案として事務局の方で、まあ、例えばですけれども最後ホールボディカウンターの検出限界以下と考えられるという部分を、例えば予託実行線量1ミリシーベルトを上回るものではないと考えられるといったような修正をしなければ、この部分が論理的に不十分であろうということで考えております。資料1のご説明は以上でございます。今それぞれ欠席の委員からの伝言も含めて、ご意見をご紹介いただきました。今15分でございまして、30分まではこの議論を続けて、もうここで、この次はまとめに、まあ、ここもまとめになりますけれども、確実なものにしていきたいと思いますが、まあ、事務局が急に変わったということもありまして、十数ページのものから3ページまた2ページといろんな取捨選択をしながら進めてきて、多少、まあ、ご気持ちと合わないところがあるかもしれませんので、むしろここで積極的にご意見をいただきまして訂正したいと思いますが、どなたでもどうぞご意見を。どうしましょうか。15分として順番に項目別に伺っていくか、全体として。どうぞ。2ページのですね、両括弧2の外部被曝線のところの、まあ、3つ目 の丸のところの下線部のところなんですけれども、そこのところの文章で、まあ、従って住民の外部被曝線量は三島県内で5ミリシーベルト未満というふうに切られてるんですね。で、確かに99.8% は5ミリシーベルト未満なんですけれども、それ以外の高い線量の方もいらっしゃるんですね。で、この文章ですと、いかにもその回答された対象者が全員が5ミリシーベルト未満というふうに誤解を与えるんじゃないかという。だから、勝田委員と私も同じような意見で、そこは少し修正された方が、大多数だかほとんどがというような、なんかそういう文言いらないと、少し誤解を招くんじゃないかなという感想を持ってます。よろしいですか、委員。でも他にどんどんとどこでもご意見をいただき、小松先生。このペーパーのそのさっき自民国がそのまあ かなりその要点を記載されて詳細を省かれたという説明があったんですけども、これを読むとですね、極めてミスリーディングな結果を印象を与える部分というのが、まあ、今春日先生のコメントもありましたし、安倍先生もありましたけども、僕もそういう感じが若干するわけです。それでこれいただいた時ちょっと外国出張行ってたもんですから、コメントを控えさせていただいたんですけども、まず前回出た資料 に概要案があるんですけれども、これはまあ事実関係というか、ここの会合で出たその今まで の、まあ、実測データの資料、あるいはそのアンスケア国際機関
における評価について、まあ、この場で一応その議論をし検討したと、まあ、それが多分ここにいうところの被爆線量の把握という部分に相当するだと思うんですね。でポツ評価というところで、まあ、それが、この会議の一つの一番目の目的だったんですが、その評価っていう部分がそのこの全体の会議の目的にとって線量の評価がどこまでそのできるのかあるいはするものなのかっていうところがちょっと私にはよく見えないというところが一点あります。でこの基本的考え方のところにその前回の資料2の基本方針のところにはその集団を検討まあ、集団を検討する評価であって個々の被爆線量を網羅的に評価するものではないという文章があったわけですけれども、まあ、あの趣旨は多分その通りを取っておられるんだと思うんですけれども、あの個人の線量評価っていうのは、まあここで唯一というかその甲状腺の、まあ、スクリーニングの結果とそれからフォールボディの結果が個々人についてはあるわけですけれども、その通常こういう、まあ、線量再構成、まあ、実測データを重視するとかあのモデルでそれを補うとかっていう議論ありましたけれども、アンスケアがやってるように線量再構成 その基本的なものってやっぱり実測データが全ての個々人にあるわけではないですから、まあ、集団について行うことしか、まあ、ある意味できないわけですね。そういう観点から言うと、その今あのいくつかコメントがあったようにこの下線部で書かれているところ その評価っていうものがここまで踏み込んで果たしてできるのかっていうところが私はすごく疑問ですね。というのは100ミリを超える被爆を受けた住民がいたとは考えられずと書いて、下には一方で100ミリ以上被爆を受けた者がいる可能性を否定するものではないというのはこれは科学的にありえない文章ですよね。 ですからここら辺 その評価がこの会議の目的にとってあの100ミリ以上を受けた被爆を受けた集団がいないということは僕は決して言えないと思うんですね。岡口さんの大きい中でその甲状腺の個人線量実測データのこれこれの事実はというところの検証は ある程度この場で、まあ、検証というかその把握はしましたというのがまあ精一杯でありまして、というのはアンスケアが評価している部分というのはもちろんコンザーバティブな部分もありますし、その過小評価をしている部分もある。で私はまだ依然としてアンスケアが その不確実さの項を読みますとファクター X って書いてあるんですが、それの科学的根拠っていうのはアンスケアの報告書全体からは、まあ、見えないですね。ファクター3あるいはファクター4の不確実さがあるというところは見えないわけで、まだ全部信用してるわけではないんですけれども、例えばですね一例を出しますと、アンスケアの報告書の C のセクションにアバーティッドなドーズとプロジェクティッドなドーズとそして今回評価された線量というのがその18グループに近いような各市町村別に載ってるわけですね。それは実効線量とその甲状腺線量について、であれはあくまでも集団に対する平均値、アンスケアは集団に対する平均値を出してますから、でその平均値その集団には当然その分布が存在するわけで、かつその分布に不確実さが存在するわけですね。でこんなこと言ってはあれですが、あそこのアバーティというのは回避された線量の最大のものは多分ご覧になれば分かると思いますけれども、まあ、サイト近傍のところの甲状腺線量で700ミリシーベルトぐらい そのアバーティッドドーズっていうのがあるんですね。つまりそこにずっといればプロジェクテッドドーズが770ミリシーベルトですから、そこにずっと存在していればそういう可能性があったと。
だけれども、まあ、12日に回避、まあ、ほとんどの方が避難できて、集団平均としては、まあ多分その近傍の警戒区域の方の方が、計画的避難の区域の方よりも、まあ、小さい結果にはなっていると思うんですね。で、そういう確実さを考慮すると、ここまで断定的なことが言えるかどうかというのは、私にとっては、まあ、自信がないというのが、まあ、私の一つの意見です。それからもう一つは、こういうふうに短く、その分かりやすいというか短く文章をまとめてしまうと、ミスリーディングが起こると私が最初に言ったのは、例えば外部被曝について、その県民調査は事故後4ヶ月のデータなんですね。で、結論のところにはその期間が明示されてないんです。ほとんどこの線量は一体いつの期間の線量なのかってことが、この文章からは全然わからないんですね。1年の線量なのか、その年の線量なのか。だからこういうまとめ案を作ること自身が、僕は果たしていいのかどうかっていうのが、ちょっとその自信がないんですね。で、少なくとも前の方がまだ、前のやつもまだ十分じゃないんですけども、その前回の資料にもですね、その前にもう少し詳しいのがあるんですけれども、まあ、そういうのが私の今の現在の意見です。決して無理するつもりはありませんし、先ほどの、まあ、事務局としては、それぞれの発言、皆さんの発言の言葉を持ってきて、まあ、まとめを作っているという作業のプロセスから言いまして、まあ、こういうものになったんだと思うんですね。ですから、まあ、今後もそうですけども、委員の方がもうここの時間限られてますので、本当にこう、これはこうした方がいいんだということを、もう事務局に文書でもいただいて書き入れるようにできるように今後もしたいと思いますので、この文書を今日、まあ、時間、今の占領のことをまた繰り返しますとすごく時間が長くなりますので、それからその皆さんがもうその問題が起こらないように、むしろ前の3ページ以上の論文、あるいは10ページ以上のまとめの方が抜けてるところがないというのであれば、まあ、報告書もそういう格好、ただその見方を変えると、そのまとめとの、まあ、議論と結果とが何か一緒になったようなたくさんのまとめなので、もう少し上手なまとめ方がないかということを、ここで、まあ、皆さんに測って短いものにしようということになったわけですので、まあ、その今後むしろ前向きにですね、これはこの次までに、この間も一回お願いしたと思うんですが、なんか本間先生ちょっと あまりこう全体として問題があるということで、細かい軸の体制じゃなくて大きなものして、今いただいた通りのことだと思うんですが、どうしましょうか。その本間先生、これね、そのむしろ3ページのものに帰って、それぐらいの量で問題がないようなまとめをした方がいいのか、それともここで、まあ、パッと見た時に分かるようなものがまとまりができるのかどうかも、それは不可能であるというお考えなら、もう長いままでも結構ですし、そこどうしましょうかね。別に どうしなさいと僕が言ってるわけじゃない。私の一つの意見は、前の概要案、まあ、3ページぐらいのやつっていうのは、ここで議論したものの、まあ、ある意味把握のまとめ的なものだったんですね。で、この1枚はそこに評価が加わってるわけです。まあ、まさしくその下線部のところの評価が加わる、まあ、それについて皆さんで、要するにこの場でこの3つの課題があるこの専門家会議の中の1番目の線量を把握評価というものの評価っていうものが、どういう性質のというか、どういうまとめである必要があるのかと、まあ、そういう議論を、その後の健康管理とかですね、そういうものにとって線量評価、まあ、非常に不確実さが多い線量評価のまとめとして、どういうまとめが必要なのかということを議論すべきではないかというふうに思う。まとめを作る前に、さてどうしましょうか。その時間が、まあ、予定の時間は来ちゃったんですが、
ですから今全体としてはここでの議論がどうしても時間がなくなってしまうので、できるだけ前もってその文書として委員の方からいただ今後ですねいただいて、まあ、それを前もって配る、あるいはこの場で議論するという方が能率的ではないかというつもりで、まあ、一応これはかなりいいのですから、ちょっとその見て抵抗性がないのは別々の委員からいただいた議論をそのまま加えたというようなところもございますので、あれですがどうしましょうかね。なんか本当にその時間との関係で、どうしたらいいかっていう積極的なご意見、あるいは事務局から何かありますか。議論をやっぱりずっともう一度どっかで議論をする時間があった方がよろしいですか。あるいはもう先生にご意見を書いていただいてみんなに読んでもらってそれをというふうなことにするか。私がその評価をするというよりはその僕の今の発言はここでどういうここの占領評価部分の方針というかですね、そこの前の資料から概要案からここまで短縮したものの、まあ、いわば下線部の書き方というかですね、そこら辺の評価の仕方についてその全体 のこの専門家会議の目的からいってどこまでの方針で書くべきなのかっていうそこの部分ですね、その記述の内容についてを言ってるのではなくて、そういうご意見を先生からお聞きしたいなというのは。そうするとその3ページのとこまでは先生具体的に何かご意見というか反対はなかったと思っていいですか。3枚にするときありましたね、まとめて1回。多分私占領は素人ですが、このような結局実測がないで推計しかないわけですよね。それでやるときは必ずその不確実性の議論というのをつけておかなければならないというのが基本であって、で今の本間先生のご指摘はまさにそういう問題であろうかということで、それほど大きく変える必要はなく、ここの書き方がどれぐらいの確実性の中でこれが言えるかということになろうかと思います。そうするとここのところで考えられずというような表現はそもそも確実性をもう捨て去ることであるから、これはやはりおかしいんじゃないかというふうな問題であろうかと、そういうふうなことをご指摘されていると思いますので、やはり本当にとんでもない、まあ、早野先生なんかがロングテイルと言っておられる非常に高いが時々ポコッとある、それの可能性は否定できないということはやっぱり否定できないと思います。ちょっとその理解が違ってるかもしれませんけど、まあ、短くするときに十分に言葉遣いを前のものの十分に反映させたまとめであればいいけれども、今できているものは必ずしもそうじゃないと、そういう印象ですね。すみません、もともと国内でのこの議論というのは不確実性の議論というのをそれほどきっちりやった評価があまりないんですね。ところが少なくとも国連学委員会なんかとか、まあ、NCRP でもどこでもいいんですが、そこのあたり の占領評価に関する議論というのは常にそのデータがどれぐらいの不確実性を含んでおるかというところを常につけて出しているというのが慣例であります。だからそこのところが文言の上で表現されておればということではないかと思っています。不確実性を結論にというのは他の委員からもご指摘がございましたので、そうすると、まあ、この次までに今日の議論は先生の自分伺っておいて、他に今ございますか。今の場合は他になければこの場であとは事務局と
そのご相談した上で文章をもう一度書き換えて、それを皆さんにお配り、前もってお配りすると、そしてご意見を前もっていただいて、それぞれの方からいただいてというようなプロセスを入れて、のをまとめるということでよろしいでしょうか。本間先生、後で伺いに行ってよろしいですか、の事務局からね。それでの十分に不確実性の点はここ十分入ってません。もうおっしゃる通りだと思いますし、まあ、ただ事務局が作るわけにいかない、作るというよりは今までの皆様のご意見をまとめた予定つもりでまとまってますので、足りないところがあれば十分に専門家の目で直していただいた方がいいと思いますから。それではあのちょっとですが、他の議題もありますので、今回のこのまとめは事務局から委員に伺ってその訂正の部分をきっと直す、そういうことでさせていただきます。それでは今5時半過ぎましたが、今度はその、まあ、その順番にここである程度まとめをやりまして、資料の2の方では今度はその議題の2では被爆線量評価を踏まえた健康リスクということで、の必ずしもリスク評価がこのまとめはよくはないんですが、今までずっと何回か議論してきたリスクの線量評価に関してを頭に浮かべながら次に入っていきたいと思います。でこれに関しましては、のまあまず事務局にご相談の説明していただきます。では資料2をお手元にご用意いただきたいと思います。健康リスク評価の各論点に関するこれまでの議論をまとめたものです。これまでの会議資料を参考資料の 2-1、2-2、3-1、3-2 という形でお付けしてございますが、これらの資料をもとに事務局にて作成したものになります。もちろん先ほどのご議論と同様、過不足やご表記などまだまだあるかと思いますので、その点につきましてはぜひご指導いただきたいと思います。まず1としまして、国際機関による健康リスク評価についてということで、まず両角1、WHO の報告書の概要をまとめてございます。おめくりいただきまして、2ページ目ですが、こちらにはアンスケアの報告書についてまとめてございます。また、恐れ入ります、アンスケア2014年報告書となっておりますが、2013年のお間違いでございますので、恐れ入りますが、訂正をお願いいたします。でこうした2つの国際的な機関の報告書、これらを踏まえて本専門家会議としてそれをどう受け止めるのかというのが3ページ目になります。これにつきましてこれまでの会議でもいくつかご発言をいただいておりますが、本会議での見解としておまとめいただきたいと思っております。続きまして最後の4ページ目ですけれども、本専門家会議における健康リスク評価についてとしてございます。論点のところですが、本専門家会議ではこれまで議論してきた線量の評価結果と前述の国際的機関による健康リスク評価等に対する見解を踏まえて、今回の原発事故による健康リスクをどう考えるか、1、本専門家会議による線量の評価結果はどうであったか、これは先ほどの資料1に関連する部分です。2、上記1は WHO やアンスケアの報告書に対してどうか、3、上記2を踏まえると健康リスクをどの程度と考えるか、4、全体的に不確実性がある中健康リスクをどう捉えるのか、こうした論点があるかと思います。またこれまでの会議でこれに関連した発言を以下にご紹介をしてございます。資料のこの資料2の3ページから4ページにかけましては、炎上に関連している部分ですので、まとめてご議論いただければと思っております。事務局からは以上です。WHO と最初に WHO とアンスケアのまとめがございますけれども、これも全体を正確にというよりは今まで議論になったことをここに書き出したと、事務局がそういうまとめでございまして、
その元は参考資料の参考資料の2が WHO になってますね。2の1から2の1、2の2が WHO で、それからその次にアンスケアの分があったかと思います、まあ、こういうものでの中から今までこの委員会で議論になったところをここにまとめたというのがあって、決してこれはあの WHO アンスケアの報告全体を客観的に1ページというものではありません。ですからこれはもう委員の方々は十分ご存知なものとして次に進めていきたいと思いますが、まあ一つずつ時間の関係もありますので一緒にしてですが、まずこういうの中間報告といいますか、この委員会の報告ご議論をまとめていく方向で事務局としての望んでいますのは、やはりこの委員の先生方が WHO アンスケアというような国際的な機関に対しての評価といいますかご意見をいただくと、それからそれに基づいて日本の専門家として日本の今までのこの委員会で議論になった線量評価をもとにしてどんな健康リスクが考えられるかということについてご意見をいただきたいと思います。これは、6時半まででいいわけね、まだね、と十分にまあ、40分50分十分に軸のご意見をいただいて、そしてそのご意見をまとめてこの次の時に出したいと思いますので、まあ、ご自由にそれこそ委員の先生全員がお話しいただくぐらいのつもりでいただくのご意見いただければと思っております。別に名前の順番で、あるいは並んだ順番で一人ずつという、まあ、ことも考えましたが、まあ、そうでなくても、まあ、ご自由にいただいて皆様からご意見をいただくということでいきたいと思いますが、いかがでしょうか。個人個人で、それぞれの評価だけでも構いませんし、この委員会としてのリスクに関する、まあ、考え方、そしてそれをまとめていくための必要な意見ということでお話しいただければと思いますが、今までいただきましたご意見をここで事務局がピックアップして、例えばそのこれらの報告書に対する本専門家の見解と3ページでございますけれども、ここで第5回の番委員の方ご発言、7回のご発言、7回鈴木委員のご発言、7回の丹羽委員のご発言もここにピックアップさせて、の書かせていただいております。それからこの議論に関しましてもいろんなところで出てきましたので、その中からその4ページでありますけれども、それぞれの方からのご意見、石川委員、鈴木委員、それから丹羽委員、清水委員のご意見もこの議事録の中からピックアップしてここに書いてございます。どうぞこれに付け足して皆様のご意見を。むしろさっき本間先生からいただいたように基本的なご質問ご意見、むしろ 今のうちにいただいた方がいいと思いますので、よろしくお願いいたします。さてこれご質問が、まあ、質問の仕方が良くないからでしょうかね。どうぞ鈴木先生。4ページの真ん中辺に鈴木委員、第5回の鈴木委員の発言ということで、最初に書かれて書いてある中で、健康リスクについてはある集団の平均被曝線量と集団の人数から罹患者数が計算されるというところがございますが、今日鈴木委員おられないところで、
ことにならないかもしれませんけど、これ集団実行占領のことを言っているんだと思いますが、集団実行占領はある時期、まあ、ICRP では1977年韓国あたりで、かなり重視したわけですけれども、多くの場で非常に誤用されたという反省があります。で、2007年韓国では実行占領の使い方、集団実行占領の使い方についてかなり細かくこういうふうに使いましょうということを記載しておりますので、この一言だけで言いますと、こうやって計算するものなんだというふうに理解されると本来 の、 その集団実行占領というものの意義が必ずしもそのうまく伝わらないのではないかと思います。まあ、さっきの議論で短くすればいいという議論と相通ずるものがありますが、やはり説明すべきところはきちんと説明する必要があると思います。その最も ICRP として反省をしてきたのは、チェルノブイリフォーラムで、一つのプロジェクションとして中断実行占領から4000人のがん、死亡が起こる可能性があるという記載、ことが言われました。これに対して占領の幅あるいは人の数、そういうものが増えればどんどん増えていくということが起こりました。で、我が国では今でもその報道に基づいてチェルノブイリでは放射線の影響で4000人の方が亡くなったがんで亡くなったんだということがを言う方があります。それはあくまでもプロジェクションであって実際とは違いますので、そういう反省を含めて実は HRP2007 年韓国を作る中では集団占領というのはやめにしようかという議論もあったのですけれども、集団実行占領だけは、まあ、いろんなそれなりの使い方があるのでそれを残してあります。しかしそれを述べる場合にはどういう占領範囲のどういう地域のどういう機関ということを明記した上でその集団実行占領あるいはその集団実行占領からの予想プロジェクションというものをしようということがかなり細かく記載されて繰り返して記載されていますので、まあ、その辺のところも誤解のないように記載する必要があるのではないかと思います。以上です。先生、具体的に、まあ、今のお話を、まあ、その今の議論は要するに2つの報告書の内容をどう考えるかということと、それから それを踏まえて健康リスクを、まあ、この委員会としてどう評価するかということに関しての、まあ、ご意見としてどこかその今のお話を具体的に使ってという提案みたいなものがございます。私はその前のまとめでも基本的事項のところの何を実測値でないんだけど実測値とみなすというああいう書き方、あれは非常に大事だと思っております。ここでも集団実行占領っていうものはどういうものでどういうふうに使うのかということをきちんと記載する、何らかの形で記載する必要があると思います。そういう意味で先ほど申し上げませんでしたけれども、その占領のまとめのところでも最初の一般的事項でしたっけ、そこが基本的な考え方が著しく省略されてしまっている。特に私が気にしているのは丸2のところでありますけれども、もう少しやはり説明すべきところはしっかり説明すべきであるというのが私の考えであります。はい、どうもありがとうございました。
その今線量評価のところをもう少し最初の基本的立場もということですね。でもここでも、何度申し上げますが、これは鈴木委員の発言ということですので、それにどうこう言うべきものではないけれども、こういうことが、その鈴木委員がこう言われたということがここに記載されて、それがまた次のまとめの中に残っていくのであると、それはいろんな意味で誤解を招くので、きちんとその集団実行占領というものがどういうものなのかという説明が必要だと思います。同じように占領評価についてもその基本的な考え方の丸には以前にはかなりきちんと書いてありましたので、それは できれば残していただきたい、そういうことであります。ちょっとフォローするのはもう少し考えますが、他にご意見ございますでしょうか。どうぞ。資料1、資料2と、こう来ましてですね、今までの議論の中でもいろいろなそのアンスケア の報告でもそうですけれども、不確実性についても言及があるわけですね。それで、資料1、資料2でこう見てみますとですね、資料2でそのリスクなんかについてもですね、要するに、いろんなその自然のばらつきと比べるとはるかに小さいとしているとかですね、いろいろそういう、いろいろなリスクについてはないんだというふうなことでこう書かれているというふうな色合いが非常に強いんですよね。資料1のところではですね、大変その小さいその占領のことであって、今までの例えばチェルノブイリに比べるとですね、はるかに占領は低いとかですね、いうふうなことでもずっと書かれていると思います。これは実測値であり、今ご指摘あったようにですね、実測値だとか非常にその限られたところのですね、測定に過ぎないと思うんですよね。私たちはやはりそういう不確実性、今までの実測についてのですね、不確実性だとかそういったことも指摘しているわけですから、そういうことも踏まえてですね、この健康リスクってやっぱ考えるべきだというふうに思うんです。で、私、何回も言ってますようにですね、そういうそのこういくつか意見を挙げていただいておりますけれども、今回のこの資料2で言えば3ページのですね、バン委員の言われたですね、2つ目の丸のところにですね、この述べてこれに私同調するわけなんですけれども、アンスケアの評価についてはっていうくだりでですね、最後の2行言えばですね、アンスケアが評価したあくまでも代表値であり、個人差や高い被曝を受けた人の存在について配慮し、しかるべきサポートが提供されるべきだというふうなこと、これは私も同じような意見でありますし、やはりもうアンスケアの30何番ですかね、そういうところでも基本的にはその不確実性に言及してて、そういう人たちをどうやって、健康支援できるかということが書いてあるわけですから、そこのところがですね、僕はこのリスクのところでは十分に書くべきだというふうに思っております。それで、次のですね、健康支援の方に、つながるべきだというふうに思っております。わかりました。もうご意見として大丈夫ですか？どうぞ。清水ですけれども、資料の2の4ページの一番下のちょっと私の意見のところなんですけれども、チェルノブイリ事故後のように大幅に増加することは予想できない、予想されないと評価されている、ディスカウンティードどう訳すかということだと思うんですけれども、そこでその後もですね、現時点では増加の可能性は否定できないと表現すべきではないか、つまり予想されないを、可能性は否定できないという、いずれにしても増加のニュアンスが含まれているんで、もう少し消極的な意見を言ったかなと思ってるんですけど、例えば結論を出すには時期尚早であるとか、そのように申し上げたかったというふうに記憶してるんですけども、ちょっと確認していただいて、もしあれば直していただきたいと思います。そうするとどうでしょうかね、これご意見をここでいただってもと、ね、まとめるとしても今の、もしかして続けても結構なんですが、まとめということを考える、この委員会の意見を集約、あるところに集約する
あるいはまとめを作るということから言うと、むしろその最初の WHO の意見に賛成とかアンスケアはどうだというご意見の方がまとまるでしょうかね。いつもまあこの委員会としてのことをもうあっちはただ参考とすると、委員会として自分に匹敵するぐらいのものを出していくという気構えで時間をかけてやるからですね。ごめんなさい、これじゃあコメントですが、WHO もアンスクエアも占領に関して一生懸命やったんですね。まずそれでアンスクエアに関してはリスクの評価は当初するつもりはなかった。なぜかといえばその証明のしようがないから、プロジェクションしてもリスクが出てくるのは随分先だ。でしかも線量が低ければましてや証明は難しい。でも途中で確かリスク評価が突如入ったという経緯がございます。で WHO の方は線量が決まれば当然計算で出しちゃうという立場で、これは最初から線量とリスクというのをカップさせて動かそうとしておったというところがあります。だからここの委員会としてまず先ほど佐々木先生のおっしゃった集団実行線量の意味合いで、それの意味からその単純計算でリスクは出そうと思ったら出せる。でそれ多分線量低かったら証明できない程度であるということになる。で集団実行線量に関しては歴史的には1960年代の原爆の大気圏核実験から始まって、全世界の人々が放射線にさらされた。その時に遺伝的影響はどんな小さい線量でもあるでしょうということから始まって、それはならば掛け算できるということで集団実行線量的なコンセプトができました。でそのコンセプトはそのままその遺伝子に対する線量と影響というカテゴリーからソマティックなその細胞に対する線量にシフトして、だからがんも直線でありましょうと。だからその同じように平行移動してがんに関しても集団実行線量ができると。これは実は割と簡単にシフトしまって、それが本当に正しいですかという議論はどこもありませんでした、私の知る限り。だからそういうふうなところで横滑りしたコンセプトで始まって、それでチェルノブイリの時に先ほど佐々木先生がおっしゃったようにあまりにも低い線量で10億単位の人口をかけたら死者が出るということになってきて、果たしてこれは本当だろうかという反省のもとに、あまり軽々しく使えないね。だからこれはあくまで推定であって、それが現実の数字となって現れるか現れないかということは判定のしようがない。これは多分疫学の先生に聞いた方がいいと思います。しかもこれ数の問題じゃなくて、数が増えたらその統計的なその不確実性は小さくはなりますけど、人間はヘテロな集団なので、ヘテロの大きさはものすごく大きくなるんですね。食事から遺伝的な違いから何から、そうするとその統計学者が言うようなその数さえ稼げば優位に出るだろうということには単純にはならないと私理解しているので、そうするとそのあたりで一応計算はするというのはリスクプロジェクションとして、これは保護のために必要であろうということは言える。だから問題はそこの数字がどれほど確実性を持っているのか不確実性なのかという議論をして、それをつけて然るべき数字が出てきた場合に
それをプレゼンテーションする。それは別にそれでいいんではないというふうに思っています。基本的には私そのように考えています。だから WHO に関してもそこの何がよくって、私は WHO の場合は線量は評価が良くないと言ってました。でなぜかといえば、WHO 側もこれは過剰推定であると言ったんで、すでに事故が起こってしまった場合に過剰推定するのというのは、現場の方に対してその無用 の, その不安を与えるからやめてほしいというようなことを言ったんですけど、そういう議論があったんですが、やはり過剰評価になって出ております。それに関しては私は未だに WHO に対して文句を言ってるんですけど、そういう状況があって、そのここのやつをそのについてはいいところ悪いところいろいろあると思います。基本的にはその不確実性の問題と直線使って評価するいうものの限界というものをきちっと我々はその理解して作業を進めればいいかと思います。もうちょっと1時間経っちゃったんで、あとスケジュール的にですね、2回しかないっていうふうにお聞きしてるので、早くですね、私たちこれこの専門家会議のですね、基本的なその健康管理に関することだとか、医療に関する施策のあり方だとかっていうところにですね、もう早く法を進めないとですね、とても要するに任務が達成できないと思うんですよね。もうこれ線量の話と健康リスクのことについてはですね、後からまた意見を事務局が集約していただくということで、早くこの先に進めた方がいいと思いますけれども、いかがでしょうか。おっしゃる通りですね。やっぱり、全くこう議論だけで時間を過ごすわけにはいかない。やっぱりある程度に集約して委員会としての議論をまとめなきゃならないということがございますけれども、どうぞ。事務局からでございますけれども、あと2回というちょっとご発言ありましたけれども、事務局としてきちっと議論はしなきゃいけないということで、2回というふうなことは全然こだわっておりませんので、一応この場で申し上げさせていただきます。私もこの前、のあるところまではのある期間までにまとめなければいけないというようなタスクがあるんだと思って始めたわけですけども、どうもその議論が簡単にそう集約できるような方向ではないという感じもしてきまして、今はもうむしろ委員の先生がお話になりたいことがあれば十分にご議論いただいて、という方向に、私自身はもう事務局とそうなるんではないかというふうなお話をしているところなんですけれども、ただ無限に時間があるわけではありませんから、やっぱりどこかで集約していくと考えなきゃならないけども、どうぞ。先生方の意見聞いてますけど、やっぱり今までの意見をこう反芻しているようなところあるんですよね。まあ私の中でもそうですし、ですからこの議論はですね、先ほど言いましたように事務局に後の意見があればですね、集約していただいて、もう少し先に健康管理の問題だとか医療施策の問題はですね、もっともっと議論があるんですよ。もっと長い時間が必要なので、ぜひそっちの方に進んでいただかないと、まあ、今年中だとか もっと先になっちゃうと思います。実際には今悩んでる方たちいっぱいいるので、早くやっぱり一定のこう議論を進めてないとですね、私たちの役目っていうのは終わらないんじゃないかと思うんで、よろしくお願いしたいと思います。私も息子が一番健康管理をどうするかっていうことが一番、まあ、この委員会 の大きな責任のある問題、義務だの、まあ、責任だと思ってるんですけども、ただそこに行くまでにやはり線量あるいはリスクの評価である程度委員の間の合意がないと進まないんじゃないかなという気持ちがあって、まあ、最初にやってきた。どうぞ。私がその最初申し上げたその線量評価のまとめは、その今この事務局が用意した資料1、2、3という、こういうボトムアップ的なアプローチで、その最終的なこの会議 その今石川先生がおっしゃったような健康管理のあり方、私はそこが専門じゃございませんけれども、健康管理のあり方について、まあ、議論するのが最終目的であるのに、それを線量評価はこうであって健康リスクがこうである、まあ
永瀬先生おっしゃるようにそういうものの把握は重要だと思うんですね。全体的な把握は僕は重要だと思うんですけれども、それが厳密になされないと健康管理のあり方の議論ができないわけではないわけで、そこから出発してそのためにはどの程度のその現状の健康リスクがあるのか、あるいは占領評価の確実さというのはどういうものなのかっていう、まあいわばボトムアップというよりはですね、そちらからの議論の方がまあ必要なんじゃないかというふうに私は思います。まあ、今小村先生のお考えは、あるいは石川先生も入れて、まあ、健康管理のお話に議論を進めて、その中でリスク評価の話が出てきた時にその場でリスクの話もするし、占領評価の話もすると、そういう格好での健康調査、健康管理の問題に進んだ方がいいと、そういうことで大体皆さん賛成でよろしいでしょうか。特に反対がございましたら、まあ、健康管理に進むということで、その占領リスクの評価は今の議論はまとめますが、のまあまあ、ただまだちょっと時間はあるかの6時半までリスクの中にありますね。リスクの予定としてはまだ時間が15分20分がございますので、続けてもいいんですが、方向としてもう健康管理の方へあまり占領リスクをきちっとしたまとめがなくても進んでよろしいと、進んだ方がいいんじゃないか。で、その議論の中で占領あるいはのリスクに関しての議論もすると、そういうまあどっちかといえば、とまあ、全体としてそういう方向であるということであると、もう今日もちろんその健康管理の話に入る予定でおりまして、資料も準備してありますし、今日お話しいただく先生にもむしろ健康管理を頭に入れてお話しいただくということですので、どっちかというと今日、まあ、急いでリスクまでまとめを作ろうとしたんですが、そのまとめは並行してでもいいと、の健康管理の問題とですね、だから最終的に中間報告の時にまとめるというぐらいのつもりで、ステップバイステップではなくて、いきなり健康管理をディスカッシュしながら、そういう方向でよろしいでしょうか。で、まあ、大体そういうお話でございますので、それじゃあどういうふうにいたしましょうか。まあ、今日お話をいただくでお二人、それを健康管理の最初にお話しいただこうと思ってたんですが、むしろここでもうちょっと前の時間を使って健康管理について準備してきたことを先にお話しいただいてということでにしていきたいと思いますが、まあ、ただ本当にこのもう健康管理をこのおっしゃる通り、ここの主な大きな目的は健康管理でありますし、それからの占領評価、それからリスクに関して十分なまとめ、あるいは短いまとめはありませんけれども、今までの討論の中でもう平均というかマジョリティに関しては占領はそんなに高くないとか、のリスクは低いんだということの了解もある。ただの測定できてない人に高い人がいるかもしれないと、あるいは占領の評価として何か評価の結果として何か起こるかもしれないということを持った上で、どう占領健康管理を行うか、それは一つの方向として、そしてその検査に従って出てきた異常はできるだけ治療する、生涯保障すると、そういうのも一つの方向として当然存在するわけですね、健康管理としては。だけどここはここにいる先生方はそれぞれが自分のご自分の専門の中で、ずっと今まで意見を持って十分な経験をある先生ですから、本当にそれでいいのかと、リスクあるいは占領が現在我々が議論してきたようなものを前提として、
何が本当に住民の方のためになるのか、これは私自身はその先生方全員にものすごく重い責任を持ってお話しいただかなければならないというふうに思っております。これは将来そのこの結論がどうなるか、もちろんそこにの社会とあるいは政治的な問題もございまして、必ずしも専門家の議論の通りにはならないかもしれないけど、専門家として責任を持ってこう考えるというところはやはりこの委員会の責任だろうと思いますので、まあ、そういう意味での今からの今まで議論してまいりました占領あるいはリスクの評価を漠然と踏まえてではありますけれども、健康その状況でどういう健康の管理ができるかということの議論に入りたいと思います。での一応ちょっと早いもんですから、宮尾先生先にお話しいただこうと思ったんですけれども、ちょっと今の議論の様子で最初に むしろ先生にはこんなお話だということをお話しするためにですね、その健康評価のことについて事務局が準備したところをお話しいただけますでしょうか、ね、どうぞ。では資料3をお手元にご用意ください。健康管理のあり方にかかる各論点に関するこれまでの意見の概要というものです。こちらにつきましては第7回の会議で資料2の3として論点をお示ししたものと、それに、まあ、個々の論点についてこれまで先生方のこの会議の中でご意見をいただいたものを記載したものになります。前回の会議の際にもこれとほぼ近い資料でご提示をさせていただいたのですが、前回の会議ではこれについて議論をする時間が取れませんで、今回は表現のところを少し見直してほぼ同じ形のものをお示ししてございます。項目と論点について確認をいただければと思います。まず1ページ目の1からですが、長期的なフォローアップのあり方について、WHO は健康影響報告書の中で住民の健康の長期的なフォローアップのあり方を示しているが、本専門家会議でその考え方を用いることについてどう考えるか。2ポツですが、スクリーニングのあり方について、健康リスクに対する具体的なスクリーニング手法およびその利益不利益についてどう考えるか。おめくりいただきまして2ページ目3ポツとありますが、疫学的調査について、被爆と健康リスクにかかる新たな知見を得るための疫学的追跡調査評価やその具体的な手法についてどう考えるか。この点につきましては後ほどヒアリングのということでお越しいただくことになっております。津上先生の方からこれに関連したお話をいただくことになっております。続きまして3ページ目ですが、4、福島県の県民健康調査及び現在までの結果の評価について、健康リスク評価を踏まえ福島県における県民健康調査の調査設計について長期的な調査評価を行う観点からどう考えるか。両括弧1、甲状腺検査について、事故時18歳以下のものを対象に平成25年度までを先行調査、平成26年度以降を本格調査とする甲状腺調査について、適切な調査設計がなされているかどうか、またこれまでの調査結果に対する評価、その評価結果を踏まえた調査の見直しの必要性についてどう考えるか。下の方に両括弧にてありますが、その他の調査についてもご議論いただいているところです。おめくりいただきまして4ページです。4ポツ、医療に関する施策のあり方について、放射線被曝による健康リスク評価の結果や事故による健康への影響を踏まえ支援が必要と考えられる範囲をどう考えるか、特に対象とすべき年齢や疾病等についてどう考えるかという論点がございます。それから5ポツですが、健康不安への対応を含めた健康管理全般に関する支援のあり方について、両括弧1、福島県の健康支援について、両括弧2、健康不安対策について、そして5ページ目になりますが、個別的保障についてどう考えるかと、それぞれご意見をいただいているところでございます。資料3は以上です。どうもありがとうございました。
この議論を始める前に、まあ、大体こういう方法で宮内先生、具体的にですね、健康管理、甲状腺がんの問題が非常に大きなことでありますので、最初にの宮内先生からお話しいただいて、ということでよろしいでしょうか。菅野先生は何でございますか。間に合いますか。じゃあ、宮内先生の本当にご足労いただきましてありがとうございます。この宮内先生、甲状腺の専門家として本当にもう十分にの長い経験と治療をお持ちでございますので、まあ、その一端を今日お示しいただいて、の我々の参考にしたいと思いますので、先生よろしくお願いいたします。はい、熊谷病院の宮内でございます。ですね、まず最初に議事次第に私の話のタイトルとして小児甲状腺がんの臨床についてとなっておりますが、私は電話でここで話をするということにつきまして依頼を受けたときには、福島県で行われている甲状腺に対する、まあ、検診のに関連して、熊谷病院での経験を分かる範囲で述べてほしいということでございますので、まあ、当院ではですね、甲状腺の小さながんに対しては手術しないで経過観察をするということをもう21年前からやっておりますが、それについて ご説明させていただきます。ただですね、最初にお断りいたしますが、これはすべて成人のデータでありまして、小児、20歳以下のものについては全く直接的なデータはないし、またいろんなところから推測するデータも極めて乏しいのが現状であります。まず最初に私のところに出してあります治療の位置、これはアメリカですが、ここにありますように甲状腺のがんが急速に増えてきている。でただ増えているうちの大部分は甲状腺のがんの中でも乳頭がんというタイプのがんで、他のがんは増えていない。そして乳頭がんの中で見ましても、次のページ2ページにありますように1センチ以下あるいは2センチ以下のものが大部分が増えているんであって、大きいがんは増えていない。それからもっと大事なことは、がんは増えているんですけど死亡率は全く横ばいであると。で彼らは最近もっと新しくデータを出しまして、3ページの上に書いてありますように、最近では以前に比べて 2.9 倍にがんが増えてるんだけど、死亡率は、甲状腺がんによる死亡率は一定であると。実はですね、アメリカでこうなんですが、日本ではアメリカよりももっと早く甲状腺がんの増加が始まりました。これは我が国では甲状腺の主流の結節の発見と診断に超音波検査と線粒菌細胞診をアメリカよりもずっと前に採用したためだと考えています。そこにありますように、日本でも甲状腺がんの増加が1975年以降ぐらいから増えてきておりますね。でしかしながら死亡率を見ますと、大雑把に言ってまあそんなに大きな変化はないということであります。ちなみに、甲状腺の微小がんですが、これは WHO でもあるいは我が国での甲状腺がん取扱い規約でも1センチ以下の最大値が1センチ以下のがんでありまして、甲状腺がんでありまして、その転移とか浸潤の有無、症状の有無、発見の動機等を問わないというのが基準です。で最近この問題になっているのは画像検査で偶然発見されたがんということになります。でここで皆さん小さながんというのについて論文を読まれるときに注意していただきたいんですが、注意すべき例として6ページの上に2つの論文を紹介していますが、小さながんでも調べると予後が悪い、だから積極的に大きな手術をすべきだ、例えば甲状腺全摘、頸部郭清、放射線用途の治療、
どうやるべきだというふうな論文がありますが、内容をよく見るとその中にはリンパ節転移を伴っていたり遠隔転移のあるものを含めて論じていると。で、今問題になっているのは画像検査でたまたま見つかったような小さながんであるということですね。その下の6ページの下が当院でのデータですが、リンパ節転移が微小がんであってもリンパ節転移があるものは手術しても再発率が高い。ただ転移のないものは全く再発率が極めて低いということですね。で、甲状腺はその7ページになりますが、冒険で甲状腺を調べると、まあ、甲状腺とは関係のない病気で亡くなられた患者さんの甲状腺を調べると甲状腺のがんが見つかる。これをラテントがんと言いますが、その頻度が非常に高い臓器であるということが昔から知られておりまして、その7ページの下のところにありますが、カラムの、まあ、3ミリから9ミリというところ、大きさですね、そこのところを見ていただきますと、2.3% から 5.2% ぐらいの患者さんに小さながんが見つかると。なぜ3からというふうに3ミリからと言いますか、これは実は超音波検査で発見できて線子吸引細胞診で診断できる大きさであるからです。で、実はその次のページ8ページの上にありますが、香川県検診センターがん検診センターの武部先生が乳がん検診ですね、だから成人女性を対象に乳がん検診の時に一緒に甲状腺を調べて見つかった結節に対して線子吸引細胞診を積極的に行いますと、初期には3ミリ以上を対象としたところ、なんと対象者の 3.5% にがんが見つかった、甲状腺がんが見つかった。で、彼はその後、これはあまりにも見つけすぎだということで対象を絞って、まあ、あと後期では1センチ以上というふうに、絞っております。で、あと検診のバイアスについてはリードタイムバイアス、レングスバイアス、オーバーダイグノスバイアスというのがありますが、これは多分次の塚根先生が お話になることですので割愛させていただきますが、10ページに上のところにありますように、冒険の研究では3ミリ以上の小さながんは3ないし、まあ、5.2% ぐらい見つかる。で、超音波と線子吸引細胞診を行って、甲状腺がんの診断を集団検診を行うと成人女性の 3.5% に小さな甲状腺がんが見つかる。当時の臨床的甲状腺がんの罹患率が10万人に 3.1 ですので、これは1000倍以上高い頻度ということになります。で、その後超音波、CT スキャン、MR、PET などでいろんな機械で小さな甲状腺腫瘍が見つかる機械が増えてきました。で、小さな乳頭がんが増える、これは世界的な現象であります。で、非常に大きな問題となっているんですが、まあ、実は甲状腺の小さながんのナチュラルヒストリー、自然経過はよく分かっていません。一つの考えは、すべての小さながんは臨床がんの早期であって、そのがんはやがて放っておくとその患者さんを死に至らしめる。もう一つの考えは、ほとんどの微小がんは成長せずに害をもたらさない、これらは無害ながんであろう。まあ、どちらが本当だろうかということですが、私どもは下の2の方がより真実であろうと考えました。しかしながら、どんな小さな大きな進行がんもかつては小さながんであったわけで、その害を及ぼすかもしれないがんをどのようにして知るか、現在のところいい方法はありません。で、私は正しい手術をしないで経過を見て、少し大きくなったらその時点で手術を行っても遅すぎることはないであろうというふうに考えました。そこで、13ページの上にありますように、1993年21年前に、低リスクの
微小乳頭がんに対しては手術をしないで経過観察するということを久間病院の医局会で提案して、皆さんの賛同を得て、こういう方針をやっております。低リスクというのはというか高リスクの微小がんというのは1センチ以下であってもリンパ節転移や遠隔転移があると、その他に書いて周囲に浸潤している等の所見がある場合です。低リスクはそういうのは所見が一つもないもので、低リスクの甲状腺微小がんの患者さんには、患者さんにこういう説明をいたしまして、患者さんが経過観察をするかあるいは手術をするかを決めていただくというふうにいたしました。で、我々にがやり始めてから2年後にがん研病院の杉谷先生も同様のトライアルを始められまして、その結果が非常によく似たデータでして、ほとんどあまり大きくならないリンパ節も出現率が少ないということで、甲状腺腫瘍診療ガイドライン、これは日本甲状腺外科学会と日本内分泌外科学会が出したものですが、手術しないで経過観察するというのも選択肢の一つ、まあ経過観察しなさいというわけじゃないんですが、選択肢の一つとして採用しました。それで私ども今年の1月なんですが、サイロイドという雑誌に我々のデータを報告しています。それは1235名の患者さんに経過観察をしているものです。内訳は14ページの上に書いてある通りであります。それで、3ミリ以上大きくなったものが10年で 8%、 それで新たなリンパ節転移が出現したのは10年で 3.8% です。で、まああまり大きくならない。でリンパ節転移が出てきたものは経過観察したための失敗であるかというふうにお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。しかしながら、もしリンパ節転移のある甲状腺がんの患者さんには甲状腺全摘と頸部の郭清を行います。で最初の時点で手術をしてたとして、甲状腺の変容切除と気管棒の郭清しかしないのが日本の常識ですので、そういう場合には頸部外側のリンパ節転移の出現を防止することはできません。そうするとそのような患者さんは2回目の手術が必要ということになります。そうするといずれにしてもですね、予後は非常に良好でございますので、私は1回の方がいいというふうに考えています。で、実は微小がん、甲状腺の乳頭がんは高齢者の予後が悪いということが知られております。で高齢者をこの手術しないで経過観察をするということについて疑問を持っておりました。ちょっと懸念を持っておりました。若干の懸念がありました。ところがですね、実際のデータを見ますと、40歳以下と40歳から59歳で60歳以上の3つの群に分けています。その分けた理由はそこに書いてありますが、時間の関係で割愛させていただきますが、分けてみますと、最初の予測とは違って60歳以上は非常に大きくなりにくい、40歳以下の若い人の方が大きくなりやすい。でその20ページの下のグラフにありますように、リンパ節転移の出現率を見ましても、40歳以上の中年高齢の人はリンパ節転移が出現しにくい、若い人は出現しやすい。ただですね、若いといってもこれ全部成人、ほとんど成人でございますので小児のデータはございません。で以上のことからですね、低リスクの甲状腺微小がんに対して非手術で経過観察もいい方法ではないかと思います。で若年者では若干進行する症例が多いようですが、いずれにしても最終的な予後はいいから、経過観察にしてでもいいんじゃないかと思います。ただしですね、現在問題となっている福島県の検診関係で小児での非手術経過観察のデータは全くありません。我々のもそういう経験がありません。でただですね、ちょっと推測をしてみますと、小児甲状腺の乳頭がんの中で小児のものは 1.4% で、
小児の、まあ、冒険でのラテント肝炎についての報告はほとんどありません。で、武部先生のデータからこの下に書いてあるような推測を行うと、小児30万人に対して同様の主義で検診を行うと、まあ100人弱の甲状腺がんの患者さんが見つかるんじゃないかというふうな計算になります。これ単に計算です。で、そういうことで、最後のところに書いてありますように、まあ、小児の甲状腺がんが小さいのが見つかった場合に経過観察ということも今後あるかもしれないとは思うんですが、ただしですね、やはりその患者さんのご両親と患者さんの心理状態を考えて対応する必要がある。それからその福島の原発事故以降3年半経ちまして、やっぱり時間の経過とともに住民あるいは周りの人たちもいろいろ受け取り方は考え方が変わってきている、まあ、その受け取り方の変化ということも考える必要があると思います。以上でございます。どうも先生ありがとうございました、まあ、非常に甲状腺の専門家として、まあ、被爆と無関係なしにのあれですね、の超音波検査あるいはバイオプシー、世界の動きはどうであるというお話をいただきました。だからご自身の経験で、ただし、まあ、皆さんの質問を受けますけど、先に座長の特権で小児の結果っていうのは先生のところだけではなくて、あれですか、世界中でどこにも結果はない。ですね、小児について積極的に検診を行ったというのはありませんし、まだ子どもさんは一般的に健康ですから、例えば超音波検査とか CT とか MR とかそういう画像検査を受けるチャンスもないですよね。ですから小さな腫瘤がたまたま見つかるということもない。ですから小児についてはデータが全くありません。またラテントがんですね、冒険でのスタディもごくごく少数ありますけど、信頼できるほどの数の報告はございません。で、今日お話ししましたのは、私どもの症例患者さんは基本的に成人でございまして、小児は含まれていません。どうぞ、どなたでもご質問どうぞ。宮内先生、本当に手術件数も日本で有数というか世界でも有数の甲状腺の先生でございまして、僕も昔からよく先生の手術本当に上手なんでなんですけども、この経過観察ですけども、そう容易じゃないといいますかね。患者さんががん細胞が出ました、しかし手術して様子を見ましょうっていうのはなかなか選択肢として患者さんがどのぐらいの割合いるかなというのが気になるんですね。多くの方はもう手術してしまいますという方の方が多いんじゃないかと思うんですけども、先生の病院ではどのぐらいの割合の方が手術されて、どのぐらいの割合の方が、経過観察でこの先生のフォローアップされるのかというのが、まず最初にご質問です。はい、がんがあるのに、手術しないで経過観察をするというのは、医者の方も患者さんの方も、まあ、説明確かに間がつくところだと思います。おっしゃる通りです。ただしですね、大きなところを把握すればですね、大部分の甲状腺の微小がんは大きくならない、大きくなりにくいだろうと、まあそう考えるのが妥当だと考えて熊病院の医局会に提案したわけですが、最初はですね、7割8割の患者さんは手術を選ばれました。最初の頃で、誰が説明するかによってまた違いました。実は私が説明するか、熊幹事前の前院長が説明した場合、これは患者さんの多くが手術をしない、経過観察で内心手術しちゃった方が簡単だと思っている医師が説明するとそっちの方になる。ところがですね、最近は最近も医局で皆さんに聞きましたけど、だいたい8割9割の患者さんは手術をしないで経過観察を選んでおられます。
実は2つ目の質問は清水先生にもお聞きしたいんですけどね、実は僕は要素130治療をする方で、外科の先生が手術されたのを要素130治療を使って肺転移とかの治療をするんですね。僕今まで4人ほど肺転移の治療をしたんですけど、子供さんでねしたんですけど、いずれも、お元気になられて、で結婚されて子供まで生まれてるんですね。皆さん大喜びで喜んでられるんですけどね、お二人の先生、外科の先生経験深いんですよね。子供の甲状腺がんで亡くなった方が経験あるかどうか。残念ながらございます。ただですね、遠藤先生がご指摘のように、まあ、一般的に小児の甲状腺がん、乳頭がんにつきましては結構成人に比べて大きい、腫瘤が大きい、そしてリンパ節転移の頻度が高い、それから遠隔転移、特に肺転移の頻度が高い、成人に比べてですね、であるのにもかかわらず、で多少再発は しても生命予後が非常にいい、非常に不思議ながんであります。それから小児といいましても、実のところはですね、10歳未満は非常に少なくて、15歳以上ぐらい、だんだん20歳に近い方が頻度が高くなってきております。清水さん、よろしいですか。私は自分の 教室、大学では一例も経験しておりません。ただ以前東京に伊藤病院に勤務してたことがあるんですけども、そこで一例、それは私かなり前に手術したお子さんで、26年フォローしてて一例だったと思います。判定員の、はい、どうも。他にございませんか。せっかくのチャンス、どうぞ。もしもこれ仮定の話なんですけど、もしその小児で3ミリから9ミリの間の、がんが見つかって、それを、手術をした場合ですね、最もこう重要な合併症というのは どのぐらいの頻度であるんでしょうか。ですね、甲状腺のがんの手術で一番大きな合併症2つ、1つは反回神経麻痺、声帯麻痺ですよね。でそれからもう一つは、特にこの甲状腺を全摘した場合の副甲状腺機能低下症、この2つが一番大きな問題になります。でその頻度ですが、これはですね、慣れた施設で経験のある外科医がするか、そのさほどでないかによってだいぶ変わってくると思いますが、私ども専門的にやってる、あるいは福島医大でも鈴木先生と専門的にやって十分経験のある人がやっておられますので、その合併症の頻度は十分低いものと思います。他にございませんか。どうぞ。ご意見流してございます。一点お聞かせ願いたいのは、大きさが、どれぐらいのスピードで大きくなるか、大きさとサイズが、それは先生のその統計の中で、例えば、5ミリ大きくなるとか、そういう何かその大きさと時間との関係っていうデータがもしありましたら、教え願いたいと思います。ですね、ここに出してありますように、3ミリ以上大きくなったものを大きくなったというふうに判断した場合の変化ですね。で中には逆に小さくなるものもあるんです。それからこうちょっとフラクチュエーションというか、大きくなったり小さくなったりするものもあるんです。 ですが、オブザーバーバリエーションも考えて、3ミリ以上大きくなったものを大きくなったと捉えて、出したデータがここの数値です。それから例えば1センチギリギリのものがですね、 1.5 センチまでなるまで待つとかいうことはしませんので、ある程度大きくなったら手術させていただきますから、その先生の質問に直接お答えはできないかもしれません。よろしいですか。同じ外科でいつも宮先生お世話になってるんですけど、その1センチ以下の微小がんをフォローしている患者さんは私の方に何人かいるんですけども、
医学的なことじゃなくてですね、例えば 社会的な問題で血管が持って血管があったですね、胆管の状態で結婚の問題とかですね、あるいはがんがあるのにがん保険に入れないと思うんですよね。そういう患者さんに対してどう、もしいた場合にどういうふうに対処されてるんですか。まあこれはソーシャルな問題、エモーショナルな問題ということで、ご指摘の通り難しい点を含んでいるかもしれませんが、一応ですね、当院での正子宮院細胞診での診断率は 98% ぐらい、 100% ではないということを踏まえて、がんの可能性が極めて高いという立場で患者さんに説明しています。ですから具体的に申し上げますと、がん保険についてはあくまでもがんの疑いとしかかけませんよということですね。で、新しくがん保険に入るかどうかについてはですね、具体的にそういう事例で問題になったことはないんですが、やはり保険に入るときに、まあ、保険会社には告知というか申告しておいた方がいいんじゃないですかというふうには言っております。それがどう取り扱われたかについてはちょっと把握しておりません。それからそのやっぱり早く見つければヘミサルデクトミー半分だけ取って、でもうそこであと薬を飲まなくてもいい、夫のまま普通の生活を続けられるという手術が大部分ですか。詳しくお話ししませんでしたが、実は甲状腺乳頭がんというのは結構多発もあるんですよね。ですから小さくても手術をするという立場で、多発であれば甲状腺全摘ということになりますと、全摘の症例も相当増えると思います。そうしますと、正直申しまして、合併症の率は低いといっても、たくさんすればどうしても永続性の副甲状腺機能低下症なんかを起こしますので、何でも手術するのがいいとは思いません。それから多変量解析をしていますと、説明しませんでしたが、家族歴があるとか、あるいは多発病巣があるということと進行するかどうかということとは特別な関連性がございません。他にございませんでしょうか。あ、どうぞ。新米大の阿部と申します。うちの方で甲状腺の健康管理の調査、超音波検査をやってるんですけれども、確かに今まで悪性なし悪性疑いというのはセンターの、データから言うと、90例の方がいらっしゃってですね、そのうち、51例を手術をして、50例が癌だということで、確かにその中には、10ミリ以下の、微小乳頭がんがございました。で、そこは手術はしてるんですけれども、その手術は先生おっしゃった通りに、私どものセンターとしては高リスクの条件に合ったものにだけ手術を提供しているということで今やっているところです。ちょっと補足させていただきますが、実はですね、私福島県の甲状腺検査専門委員会の診断基準等検討部会の委員もお世話しておりまして、一昨日その検討会に出たんですが、福島で手術された症例について説明を受けましたが、少なくとも7割以上の症例は大きさが1センチ以上とかリンパ節転移があるとか、中には遠隔転移の症例も含まれておりまして、現在我々が普通常識的に手術の適応としている患者さんです。で、3割程度が1センチ以下ですけど、鈴木先生のご説明では反回神経に近い、我々が高リスク、ハイリスクとしているような症例ですね、あるいは気管に接していると、そういうふうな患者さんに手術をしているという説明をいただきました。どうもありがとうございました。まだまだ伺いたいことがいっぱいあるんですけども、お時間のせもありまして、また何かあればまた先生に後で伺わせていただきますが、どうも本当に先生ありがとうございました。それでは次に菅野先生の、どうも今日はありがとうございます。
の続いてご講演いただきます。国立がん研究センターの津軽と申します。疫学の研究者です。で、まあ、本日は疫学研究の方法論的な話をしてするようにというふうに仰せつかりました。で、まあ、他にもそういう話をする方は適任の方はいくらでもいらっしゃるとは思うんですけれども、まあ、私自身が、まあ、20年以上にわたって、まあ、10万人の高度研究というのことを日本で、まあ、やってきた経験を踏まえながら、いろんな問題点などについてお話しできればというふうに、まあ、考えています。で、まあ、最初は、因果関係を肯定するために必要しなければならない3要素という話なんですけれども、まあ、コホート研究に基づいて放射線の発がん影響などを検証する際の留意点です。で、3枚目のスライドは疫学研究における関連ということで、まあ、疫学研究においては、要因について、まあ、コホート研究においては前向きに調査します。で、これは放射線暴露の有無とか量とかも、まあ、一つの、まあ、今回の場合は一つの、重要な要因だと思いますけれども、まあ、その人たちを調査、要因について把握した後追跡していって、病気の発生を見ていくと。で、まあ、今回の場合は例えば甲状腺がんなどと、まあ、ただ一般的には数年から十数年が発がんという発がん要因という意味においてはですね、十数年経過が必要なので、その間にいかに把握していくかというようなことが、まあ、重要な問題になります。で、まあ、あとは疾病の側から症例対象研究とか、まあ、あるいは、その時の放射線量とその時の、疾病の有病率みたいなものを見る断面研究などもありますけれども、ここで例えば、関連が見られた、放射線暴露が多いと、甲状腺がんが多いという関係ですね、例えばですね、それから暴露量が多いほど、頻度が多いというような容量反応関係、こういうことが得られた場合に、まあ、これが要するに放射線の影響であるという因果関係であるということを、証明するためには、まあ、教科書的には3つの要素を否定しなければいけない。で、偶然、バイアス、交絡である。まあ、偶然というのは、まあ、たまたまそういう結果があったという非常にランダムなエラーですね、ランダムな、誤差で、それからあとは系統的に、起こるものとしてはバイアス、それから交絡というものがあります。で、まあまあ、バイアスというのはいろんな、例えば放射線量の把握するときに、まあまあ、ある系統的な誤差、なんとなく、まあ、非常にですね、自分がたくさん暴露していると思う人がたくさん多く申告するとかですね、まあ、そういうような系統的な誤差が、まあ、あった場合が、まあ、こういう問題が起こって、それから交絡というのは要因にも関係するし、それから病気の発生にも関係する、まあ、隠れた要因というものが、あると、それとの本当は原因はそちらにあるんだけれども、見かけ上関連が見えてしまうというような関係です。で、偶然を否定するために4枚目ですけれども、これ基本的に一般的には統計的検定って行われていて、P 小内 0.05 というのは、これがたまたま起こった確率は 5% 未満であるというようなことですね。で、それを事前には検出力を上げるということですね。いわゆるそれはサンプルサイズを増やすということになります。だから最近ではなかなかある程度調査っていうのは繰り返せないので、事後的にメタ解析とかプール解析というような形で、パワーを上げるというようなことが行われています。それから5枚目はですね、たまたまちょっと我々が10万人のコホートの中でサブコホートというものを作りながら、いろんなエンドポイントというかいろんな病気に関して関連を見ようという研究デザインを作っている時のサンプルサイズの計算で使ったもので、まあ、必ずしもいいスライドはなくて、これをちょっと持ってきたんですけれども、まあ、一番この四角でかかっている一番右側のやつが実際のコホートで検出するパワーということになります。で、ハザード比が 1.25 倍で、その要因が、その要因を持っている割合が 20% で、10万人のコホートで 1.25 倍を検出するためには、少なくとも約750例のイベントが出る必要があると。それから、今度ハザード比が 1.10 とかですね、そういうものを検出するともう30万とか100万人のコホートで、5000人とか、何千人という人たち、何千人というイベントを得ないと、まあ、検出ができないということになります。で、下は実際これあくまで大人の話なんですけれども、14万人の40歳から69歳の男女を約20年追跡するとどういうことが、どのぐらいのがんが発生するかというと、まあ、2万人
がんが発生します。で、内訳はそこに書いてる通りなんですけども、まあ、ただ甲状腺に関しては249例が、罹患しているという状況です。それで、まあ、これ10万人のコホートであれば、食道より頻度の多いがんで、まあ、大体 1.25 倍のリスクを検出できます。で、甲状腺がんは当然検出はできません。で、ただ30万規模にすれば、可能であろうということになります。で、1.1 倍のリスク、まあ、1.1 倍のリスクっていうのは意外と放射線の発がん影響というところで、まあ、ある程度線量が低い場合に問題しなければいけないリスクの大きさなんですけども、これは100万人コホートを、20年間ぐらい、例えば大人です、あくまでも大人ですけども追跡すると、まあ、食道より頻度の多いがんで検出ができるけれども、まあ、それでも甲状腺は検出ができないというようなことになります。まあ、まして子どもとなるともっと頻度が少ないので、もっとたくさんのパワーが対象者数が必要ということになるかと思います。それから7ページ目はバイアスを否定するためにということで、情報バイアスとしては検査のですね、検査をするかしないかで、まあ、甲状腺のがんの発見率というのは違うということはもう明確なんですけれども、そのためにやはりみんな同じ検査をしないといけない。それから、やはりブラインドしてないと、検査者に対するどうしてももしかしたらこの人は甲状腺例えば放射線量被曝多いので、放射線があるかもしれないというようなそういうバイアスが入ってくるという問題がある。それから、まあ、追跡調査やなんかにおいて何か要するに症状があると回答しないとか、あるいは回答するということがあるので、精度の高い追跡が必要になるということになります。それからあと因果の逆転ですね、症状があると、まあ、暴露過大評価過大報告するなどというようなことが起こって、それから、そういう意味で要因と疾病把握の時間的関係ですね、これも非常に因果の逆転を、否定するためには重要で、要因暴露から数年以内に発生したものは除外するとか、そういうようなことによって因果の逆転というものを起こることを、まあ防止するというようなことが捉えています。それから選択バイアス、コホート研究ではケースコントロールスタディやなんかで起こりやすいんですが、コホート研究では問題になりにくいんですが、まあ、結果得られた結果を外的に当てはめるだけに、なるべく母集団を代表性を確保するということが重要で、まあ、これは参加率を上げると。それから9枚目は行楽を否定するためにということで、まあ、事前に想定される行楽要因を把握しておくということです。で、甲状腺がんのリスク要因というのはあまり、実はそんな多くは分かってないんですけども、まあ、確実なリスク要因としては放射線暴露ですね、特に乳頭がんに関して、それからよくおそらく可能性が高いのは用土の過剰摂取が乳頭がんのリスクを高める、それから用土不足だと露胞がんのリスクが高まるというようなことが言われています。その他野菜不足とか肥満ですので、放射線と、まあ、例えば甲状腺がんの関係を見るにはこういう要因の、例えばどれだけ医療で被爆しているかとかですね、それから、用土の摂取量はどのぐらいかというようなことも把握しておく必要があるということになります。そして解析時に送別解析や特定的補正を行うということになります。まあ、ただしもちろん完全には補正できないので、ある意味ではバイアスとか行楽を否定する唯一の方法論はランダム化であるというふうに言われているようです。それから、まあ追跡の重要性と、まあ、特に日本において疫学研究していることにおいてとてもやはり不幸な状況というのが実は、まあ、ありまして、まあ、我々のコホート研究の、まあ、一つの、シェーマーですけれども、14万人の人たちを、まあ、5年ごとに調査アンケートとか、あるいはいろいろ血液を提供してもらったりとかいうのことを調査をしながらやると、まあ、で、まあ、例えばアンケート調査を郵送でやるともうほとんど返ってこないとかですね、やはり対面で配布回収すると、まあ、80% とか 90% は20年前では返ってきましたけど、今やるとそれは 60% とか 70% ぐらいになるというようなことが、まあ、起こります。で、まあ、こういう形で追跡をするんですが、欧米のコホート研究をすればもう、最初の調査すればあとは、追跡はあまり苦労する必要はないんですけども、日本の場合は、そうじゃなくて、コート対象者が、12枚目ですけども、その市町村に住んでれば絶えず住民票を照合しながら除票があるかどうかということで照らし合わせます。で、亡くなっているということが分かれば保健所での死亡公表を使って死因が分かるということになります。ただ検出する場合は、
転出先をひたすら、5年ごとですので4年以内に住民票照会をし続けなければ永遠にし続けなければいけないと、それによって死んだ亡くなったということが分かって、厚生労働省のいろんな、統計情報での死亡票と、まあ、照合するというようなことが行われます。で13枚目ですけども、ところが、アメリカとか他の先進国でこういうことをやろうとするとナショナルデスインデックスというのがあって死亡者のデータベースがあるので、あの検挙対象者が亡くなっているかどうか、なんで亡くなっているかどうかが、一発で分かるので、こういう手間をかけなくてもいいと。ただ日本はそういうことになってないです。で、住民票照会をですね、だんだん移動が増えてきてものすごい数が増えるんですけども、まあ、我々昔国立だった時はある程度公用で無料で発行してもらったんですけど、独法化したら民間人扱いされるので、有料でものすごい、やはり、まあ、本当国の研究をやってるんですけども、有料扱いされてしまうという、とてもお金がかかるという問題があります。それから照合するときに、まあ、いろいろ実際、生年月日とか名前をちゃんと見ないと、見に行かないと厚生労働省に行ってちゃんと死亡票を見て照合しなければいけないという問題があります。で、まあ、次はがんとか循環器疾患の罹患把握の流れなんですけども、まあ、今はいろいろ、がん登録がまだ十分整備されてないので対象地域において研究ベースの登録、がん登録を作ったり循環器疾患登録を作ります。で、あとモレアなんかを地域がん登録とか死亡公表やなんかで照合して、補足しています。で、まあ、次のページですけれども、まあ、幸いなことにですね、全国がん登録っていうのが、法律ができましたので、今後、今までは転出した人はもうがんがその後なったかどうかは分からない、もう転出したが最後分からなかったんですけど、これからはちゃんと全国がん登録と照合することによって、分かるというような、そういうがんに関してはそういう状況が整ってきたということです。まあ、ただ当然甲状腺がんなどの罹患把握っていうのは検査に極めて依存しますので、まあ、そこをいかにバイアスがなく把握していくかということが重要です。で、最後のスライドは、まあ、すでに前のスライドでやりましたけども、やはり検査がどれだけ精度が上がるかによって甲状腺がんの検出率っていうのは、まあ、大きく、まあ、違ってくるんだということです。まあ、以上です。どうもありがとうございました。ご質問ありましたらどうぞ。概論的なものでも結構ですし、実際に具体的なものでもお答えいただけると思いますので、どうぞ。いかがでしょうか。今先生、具体的に福島での、まあ、甲状腺がんの頻度が出てきて、でコントロール本当に増えたのかという、まあ、もちろん今結論は何も出ませんけども、コントロールの場所で同じような検査をやってという、まあ、報告がございますね。その3つぐらいの場所で4000人ぐらいだということで、それの、まあ、メリットとデメリットみたいなものを先生のこう感覚から打ってお話しいただけますでしょうか。やはりその福島において特に甲状腺がんが増えるかどうかを、まあ、分かる一番唯一の、まあ、コントロールというか、に関しては当然同じやり方で、同じように調査するというところでがないと、それと頻度と比べない限りは、まあ、できないというふうに思います。で、まあ、ただ、まあ、そういう意味で環境省がやっている3つの地域での調査というデータというのは極めて参考になって、比較という意味においては極めて、まあ、唯一の、参照できるデータだとは思うんですけれども、問題点はやっぱりサンプルサイズが小さいので、今後やはり甲状腺がんとかそういうものに関しては偶然の影響、まあ、それこそ1例出ただけで、大きく変わってきますので、まあ、本当はパワーを、まあ、上げなければいけないんですけれども、ただ、同じことをたくさん広げちゃうと逆にまあ、いろいろ不利益というか本当に診断され、まあ、ある程度ですね、たくさんの人たちが診断されるということが起こるので、その、何も関係ない人たちがそれで診断されていいのかというような、まあ、倫理的な問題とかそういうようなことがあるので、まあ、必ずしもそういうことは
調査対象地域、コントロール地域を拡大していくということはあまり私たちは適当ではないとは思います。でやはりなるべく今やっている福島の中で、やはりきちっと線量を把握して、まあ、ただ本当に差が出るかどうかという問題とか、それから当然線量の誤分類というか系統的なエラーもあるかもしれないし、ランダムなエラーも当然起こりますので、ランダムなエラーが起これば関連というのは薄まってきますので、それから今30万人とか50万人のパワーで、子どもたちなので、検出できるリスクというのは、まあ、かなりものすごい、ハザード比が高くない限りにはなかなか検出しにくいかなというふうには、まあ、考えますけど、まあ、以上です。他にございますでしょうか。先生のご指摘のように一定のやり方でやるということは非常に大事だと思うんですが、この福島県では超音波の所見の取り方、それから正式に細胞診を行うかどうかの適用、これを一定の基準でやっておられます。で、まあ、今後も多分同じやり方で続けられるんだと思います。で一昨日のディスカッションで問題になったのはですね、今から2年経つ3年経つ、今現在やってるのはあくまでもベースラインの頻度という理解でやってると思うんですが、2年3年経つと都市が2年3年全体として上がるわけですね。そうすると子どもの年齢においては若いほど甲状腺がんの頻度は低い、臨床がんでもそうですね、多くは15歳以上20歳近くの人でこう増えてくる。そうすると年が2年3年5年と経つば経つほど甲状腺がんの率は増えてくるかのように見える。でそこで大事な提案がありましたが、やっぱり同じ年齢層同士で比べる、検診時に例えば15歳なら15歳同士で比べるということがいるんじゃないかというふうなディスカッションになりました。性別とか年齢というのは極めて重要な頻度に関わるいわゆる行楽要因なので、当然それは完全に合わせる必要があると思います。他にございませんか。安藤、同じジェネレーションで比較する、被災者とか被爆者と非被爆者を比較する、しかももっと環境省で行って4000人のレベルでなくても同じぐらいの募集なんですね、という意見が随分県民健康調査委員会で出たんですね。でそれに対して、モラルの問題、一つは小さい病院、例えば A2 って言いますか、小さな農耕上の変化があります。ある患者さんの 50% 近くなんですね。でその間にそういう子どもさんに対して、あるいは親御さんにそういう病変がありますと言わざるを得ないですよね。病変って言いますか、変化があると。そうすると親御さんは非常に心配されるし、子どもさんも、まあ、いろんなことが分かるぐらいの年齢のお子さんだったらおそらく心配すると、そういうプレッシャーですねがかかるんで、あともう一つはその36万人なら36万人の人数を、被災者の人数を調べる施設場所、あるいはそれをするだけの機械や器具、それから検査する側の人数ですね、そういう問題をいろいろ考え合わせるとちょっと不可能ではないかという意見が非常に大半を占めたということをちょっと申し上げておきます。どうぞ、どなたか。少し本質的ではないですけど、県ごとの、罹患率なんかの違いというのは当然ばらつきとして出てくると思うんですけれど、甲状腺なんかでもやはり県ごとに少し高い県低い県が過去において見えている。でそういうようなことにその直面した場合、
これは単なるランダムエラーなのか、なんかその下に何か理由があるのかとか、そういうようなことに関してはどういうふうに検定できますか。そうですね、検別で比較するとやはりどうしても特定的な偶然のばらつきというのはまず当然起こり得ることですね。それからこういう甲状腺がんみたいな、検査をすると、たくさん見つかってしまうというようなことがあると、たまたまその県のある学校が、熱心な先生がそこで甲状腺の検診をやったらポンと跳ね上がると思うので、そこはいわゆる系統的なエラーというかバイアスということが、当然起こり得て、その影響がやはり甲状腺がんに関してはものすごい影響を受けるとかです。もうやっぱり例えば致死的ながんの頻度とかそういうのはなかなかそう簡単には影響は受けませんけれども、いろいろ甲状腺がんみたいなものとか、例えば前立腺がんもそうですけれども、そういうがんに関しては、どれだけ検査するかによって頻度はもう大きく違ってきちゃうっていうのが今までの世界のデータとなります。いいですね。他にどうぞ。菅原先生にちょっとお聞きしたいんですけれども、例えば甲状腺がんの発生と、例えば放射線と関係、肝炎が関係あるのかどうか、あるいは対処を届くかという問題の中で、例えば会津地区っていうのは比較的放射線の、空間留学線量の比較的低い地域、それから中通り、それから避難された地域の方が被爆線量が比較的高い。で、いわきっていうのは意外と被爆線量がこう低いところなんですけども、例えばそういう地域ごとにですね、分かれて、地域別に分かれて、そことの甲状腺のがんの発生とも何かという、そういう疫学的な分析をした場合に、かなり信用できるデータが得られるのか、あるいはかなり難しい問題なのか、その辺ちょっとコメントいただければありがたいと思います。それはもう全員もうほとんど 100% 近い人たちを同じ検査方法でやれば、ある程度そこら辺の比較はできるかもしれません。で、ただ、他の当然性別とか年齢とか、それから用途の摂取量とかそういうものとかも十分きちっと把握した上でそこら辺を調整しながら線量との関係を見る必要がもちろんあると思います。で、例えば本当にやっぱり、そういう、近い地域の人たちの場合は、非常にやっぱり一生懸命検査して一生懸命見つけようとするとか、もちろん善意でちゃんとそういうことはないように標準化してやってると思うんですけども、そういうバイアスがないとは言えないわけですね。で、そうじゃない地域に関しては、あまり例えば検査、逆に検査の、受診率が低くなって、それはなんか心配な人たちだけが検査を受けるってことになって、またそこもまた、バイアスが入ったりとかそういう可能性があるので、いろんな意味でなかなか難しいと思います。緻密なやり方をすれば、それ当然そういうことの評価はできると思います。どうもありがとうございました。時間になりましたので、ご質問どうも先生のお手伝いありがとうございます。また後のリスク討論にもぜひ、あるいは質問もあると思いますので、よろしくお願いいたします。それでは残り、今から残りの時間の大部分をの健康管理のあり方について使いたいと思います。では本当に今までここにの折に触れて議論したそれぞれの委員の方のご意見はまとめてありますけれども、具体的にこれトピックにするのは今日からでありますので、今日は残りの時間、なるべく基本的なことでもいい、基本方針あるいはご自分のお考えのことをできるだけ述べていただいて、それをまた事務局がこの次までにまとめて、議論の方向を求め探していこうというつもりでおりますので、今日はもうご自由にの健康管理についてお話しいただければと思います。どうぞ、どなたでも。
結局はその本当に被災者のために何がいい管理の方法かということの議論をこの専門家がもう真剣に考えるということであろうと思いますので、どうぞどなたでも。じゃああるいはもうちょっと宮内先生、さっきのお話でね、例えばスクリーンをすれば必ず、まあ、全部見つかるわけですね、なんかとそれを続けてもう早期危険なものでもない、取ってしまえば心配もなくなる、だから全部取ってもう最終的には福島県の、まあ、10人に1人あるいは100人に1人は全部甲状腺の手術をしたということであっても安心であればそれでもいいんじゃないかという考えがあったとしたら、先生どうお考えですか。まあちょっと今の数字はちょっと極端な数字かと思いますが、先ほどお話ししましたように、私福島県のこの甲状腺検診の診断基準と検討部会の委員でもございますので、若干のことは知っておりますが、そもそも福島県でこの甲状腺の検診やられてるのはチェルノブイリで、とにかく目立って増えた甲状腺のがんとしては小児の甲状腺がんであると。で、そういうことは一般の住民もあらかたの方が知っておられるという状況で、福島で甲状腺がんが増えるのではないかという懸念を持っておられるのに対して、本当に増えるのかどうかについて、やはり、科学的に評価せざるを得ないというふうなことから一つは行われている。そしてもう一つは、その実際県民の皆さんの健康を考えると、その2点がある。ちょっとどちらも結構難しい問題だと思うんですけど、まあそういうことからいきますと、先ほど言いましたように一定の基準で検査をして、一定の基準で、例えば具体的に超音波ですね、一定の基準で超音波を読んで、一定の基準で細胞診をするかしないかを決めて、それを一定の基準で判断すると、まあそういうことをやるべきだということで、福島県では実際そうやっておられます。例えば具体的には、例えば関西の方にこう転居してこられている患者さんなんか、熊病院でも検査 してるんですけど、福島県からの依頼で検診もしてるんですが、当院で超音波の検査を行ってもそのデータは当院では判断しなくて、福島県に送って福島県のドクターが一定の基準で判断するということ、それで必要があれば細胞診も福島県の方からの指示に従って細胞診をして、それはまた福島県にお送りするというふうなことで、まあ、考えられる範囲では一定の基準でやるように努力をしておると私は理解しております。ガイドラインというか一定の基準ということをどこかで決めることが大事だと。もう決まってるかという、今使って今決めてあるものをですね、思っていくということ。どうぞ。先ほど の大将軍、大将軍って言い方とかはありましたけど、の話ですけれども、環境省で4300人ぐらい3件です。で、募集団 の人数全然違いますですよね。これからさらに環境省では被災者ので同じぐらいの対象に対して検査をこれからもさらにやっていくのかとか、ちょっとそういう計画があるのかどうか分かったら教えていただきたいんです。ぜひこれ3件4000人ではなくて、もっともっと増やして比較するべきだというふうに思うんですけど、いかがでしょう。これは環境省がというよりも先生方がここでどう議論するかということが非常に大きな環境省に対して影響があると思いますので、今のところはそういったことは考えてはおりませんけども、まあ、こういう
専門家の会議の中でまたそういう一定の方向性というかそういったものがもしあればそのまあフィジビリティがあるのかどうかとかそういうことも含めてまた判断はいいかと思います。私自身はここの先生方は環境省に対しての報告するという立場になると思いますので、まあ、今から我々が議論していくことが非常に大事だろうと思うんですけども、その、まあ、私自身はチェルノブイリの時にそのコントロールの集団ですねをどうしても決めなきゃならない、もう議論がいっぱいある、占領評価もない、十分ではないしという時期に甲状腺が増えたかどうかということはもうまさにその一番の決め手になりましたのはの対象の不幸法とを決めて、そしてその同じ年齢で比較して明らかにその事故の後の子どもたちに増えているということをまあ証明したのがまあ一番最初のまあきっかけだったろうと思うんですね。でそういう意味でその今回のまあ国際的な報告の中でも広報とコントロールの広報と決めないと、あるいはまあ占領評価の補助線によるかどうかというためにはそういう広報と決めた調査が必要だということが書いてありますけどね、具体的にそのコントロールの広報とどこに決めたらいいかということはまだ十分に議論されてないように思うんですが、先生の津軽先生のお感覚でどこら辺の可能性があるかというようなことがございます。コホートという場合、次コントロールの別の地域のコホートというようなことではなくて、やはり一つの集団がコホートですよね。そこに要するに占領が多い人もいれば少ない人もいるという場合に、マクロと、その後の要するに毒との関係がまあ成り立つので、あくまでその断面的なデータで多いとか少ないとかいう意味において、今例えば頻度が、福島で使っている、まあ、例えば結節の頻度が多いか少ないかというときは、同じようなことをやっている他の地域を比較するということは意味あると思うんですけども、今後やっぱり追跡して、病気との関連を見ようという場合は、何も他の地域で、作る人必要は必ずしもなくて、やはり今やってる福島県の今やもうすでにやった人たちを今回の人たちを、コホートとして、その人たちがその人たちをずっと県連的に、同じ、手法で追跡していくと、で全く違う地域で同じ手法で追跡していくっていうのはなかなかやはり困難だと思うので、やはり私はやはりもうあくまでもそういう福島県の中で、今やってるもう今やった人たちを、まあ、ちゃんと、まあ、追っていくということが、まあ、重要だと思うんですけども、ただ今まあ、私も福島県の健康管理委員会とかそれから甲状腺評価部会っていうのに入ってますので、いろいろ情報を得る限りにおいてはやはり非常に線量のばらつきが、なかなか低いところにたくさん固まっているので、なかなか本当にそういう評価が差が出るかどうかということはもちろん懸念されますけれども、まあ一応コホートとしてもしやっていくんだったら、やはり福島県内の今すでにやった人たちをコホートとして追跡していくということが現実的じゃないかなというふうに私は考えます。例えば福島県全体を一つの候補として会津地方と浜通りで優位の差があったという時にコンファンディングファクターをどう考えたらいいか、ですからやはりいろんなそういうコンファンディング予想される今現状において予想される行楽要因に関してはやはり漏れなくやはり調査して取っておく必要がありますね。もちろん成年齢をはじめとして、まあ、いろんな甲状腺とかあるいはその他の健康影響に影響を与えそうな要因についてなるべくやはりきちっと把握していくということがコホートとして、今後まあ、例えば容量反応環境を見るとか、まあ、ダブロが非常に多い人がリスクが高いかどうかというときに見る上においてはやはりそこをきちっと調査していくことが重要だと思います。
どうぞ皆さんご自由に今日は何でも結構でございますので、どうぞ。これ自由にとおっしゃっていただいたので、問題はやはり2つあって、これまで議論してきた線量とリスクの関係ので、例えばずっと健康管理に注意していく、で同時にこれは放射線というものがあって、それ線量が高い低い以前にそれがあるということ自体で、その生活のクオリティがものすごく悪くなって、これは単に避難して仮設におられる方々のみの問題でもないし、福島のさまざまな部分でそういうようなものがある。でそうするとそれはどうしても健康に跳ね返ってきますので、そうするとその従来のその健康管理の枠をさらに超えたようなもの、まあ医大の方では心とか、それからいわゆるメタボリックなマーカーとか、そういうものを鋭意やっておられますけど、極めて重要なことではないかと思っておりますので、単に線量と健康リスクという観点のみならず、放射線の災害というのはこういうものなんです。生活の中にさまざまなところに侵入しますから、そういうことを十分ここでも議論していただきたいと思います。もうおっしゃる通りで、まあ、安助がいいというわけではありませんが安助の中でも2つ書いてございますね。もう自分たちの任務ではないけれども、もう避難その他での急性の影響でもう既に亡くなっていると、それからもう1つはそのもともとある病気がそのために条件のために悪くなっているというふうな言い方で、まあ、生活習慣病みたいなことと、もう一つはその精神的な影響で、あとどんな影響があるだろうかと、今でもすでにいろんな精神的な影響が出ているのに将来この人たちがどうなるだろうかというようなことはもうちゃんとその安心の中にも書いてありますし、先生おっしゃる通り我々放射線だけのことに問題じゃなくて県民全体の健康を考えたときにどうかという視野も当然必要だというふうに思いますので、まあ、安助が言う通り、また丹羽先生のおっしゃる通りはこの委員会の、まあ、最初の議論 の話題になるかと思っておりますけど、他に何とかどうぞ。今日宮内先生のお話でですね、非常に安心した方もいるんじゃないかと思うんですけれども、きちんとやはり把握して追跡すればですね、あまり恐れることはないというふうなお話もあったんだと思うんですね。で参考資料の4のですね、今日の参考資料の4にこの専門家会議の開催要項とその後ろのところにですね、子ども被災者支援法における基本方針についてというのが あるんですけれども、私は以前ですね、この会議で日本医師会の考え方、健康支援の考え方については述べさせていただいたということなんですけど、この、参考資料4の一番最後のページのところの第13条のところがですね、私たちこれは一番この13条の2と3というのが大変重要で、特に2はですね、国は被災者の定期的な健康診断の実施その他うぬんというくだりがありますけれども、このことがですね、やはり私はその一番、今後ですね、どういうふうな方法で、あるいはどういうその福島、私たちは福島県内外というふうな形で考えているわけなんですけれども、それをどうやって実施していくのかということをですね、やはり検討しなきゃいけないというふうに考えています。ここに少なくともその子どもである間に一定の基準以上の放射線量が継続される地域に居住したことがあるものというふうに書いてありますけど、それ以外の方についてもですね、一定の不安が健康不安があって、この原子力発電所事故によっての一定の不安がある方についてはですね、例えばその甲状腺 その宮内先生が、今日述べられたようなそういう検査をやはり1回はやっていただいてですね、それで要するに、チェックしていくということは僕は大事だというふうに思います。ですからこの13条の2のところについてですね、
もう少し細かくどういうふうな実施、それから福島県にいる先生方にですね、どういうことを、まあ、進めていただきたいかということについてですね、もう少し話すべきだなというふうに思っております。どうもありがとうございました。ずっとあのご発言は記録して後でまたこの次に戻ってみます。徳田先生どうぞ。あの宮内先生ちょっとお伺いしたいんですけど、ここです。まあスクリーニングをするというのはまああの以下してしたわけですけども、これを今後まあどんな感覚でやっていくかというのが、結構重要だと思うんですけど、まあちょっとあの一般住民の方のスクリーニングと患者さんのフォローアップはちょっと違うと思いますけれども、そのまあ、どんな感覚でその患者さんをフォローアップするのか、まあ、一定の感覚でするのか、あるいは所見に応じて感覚を変えていくのか、あるいはまあその退縮するような例もあるのかどうか、そういったことをその患者さんのフォローアップの中でどんな所見が得られているのかちょっとお伺いしたいと思います。私が言えるのは、あの当院でやっているやり方で成人の甲状腺微小がんで手術しない場合の話ですね。それは具体的に言いますと、一番最初は半年後です。で半年後に見て変化がなかったら、それからはあとは1年に1回ということをやっております。まあ、超音波検査と少しの甲状腺機能の血液検査です。まあ、あの福島県での検診の後につきましては、これはあの先行調査の場合は一応3年間でやるっていう形に一応決めて、で3年の先行調査を終えたっていう。でまあその後どうするかっていう話で、その当初はですね、先行調査の後本格検査に入った時2回目に入るんですけども、それはその20歳までは2年間に1回やりましょう、それから20歳過ぎから5年間1回やりましょうという、まあ当初そういう話で決めてたんですね。でこの問題も果たしてその、まあ、先行調査を終えてですね、これでその20歳まで2年に1回でいいのか、あるいは20歳過ぎたら5年で1回でいいのかっていうのは、やはりもう一度検証した上でその感覚等もやっぱり決めなきゃいけないんじゃないかなというのは思っております。で当初はやはりその3年間で、これやらなきゃいけないっていう最初の計画はですね、その当時の18歳あの以下の子どもたちが大体36万数千人いた、まあ、そういう状況の中でこれを検査する体制側の問題等を考えるとですね、やはり3年は必要だろうというそういうあの計算もあったんですね。まあ、そういうとも踏まえてですね、まあ、それだけではないんですけど、そういうとも踏まえて制度管理いかにあの統一した基準の中できちんと正確な診断制度管理をしながらやっていくかという体制の中でやはり3年間という話一応決めてそれで実行してやったということで、その後についてはですね、やはりもう一度あの先ほど言ったのを繰り返しになりますけれども、3年間のやった検証をしてですね、それで、まあ、今後20歳までどうするか、あるいは、この20歳以降5年でいいのかどうか、それはむしろその甲状腺の専門家、疫学等の専門家の先生方も入れてですね、少し議論をしていただいて、福島のこの甲状腺の検査のあり方がどういうことであれば一番県民にとって一番いいのか、そこは十分に議論していただければいいと思います。どうもありがとうございました。あまり時間も残りはありませんけども、のまあ、今日頭出しで何かお話ぜひの指名はいたしませんが、何でもここでの議論してこの次の議論に続けたいと思いますので、お話がございましたらどうぞ。今日はまあお二人の先生あの来ていただきましたので、特技の、まあ、疫学あるいは甲状腺に関しての質問がかなりございましたけども、それと離れてても結構でございますが、最後にまだ1分2分ありますのでどうぞ。結局今日はで
ませんでした、あまり具体的には出ませんでしたけれども、その線量評価あるいはリスクに基づいてどうするかという議論は、まあ、この次にまた続けてのすることにいたしますが、今日はこれでよろしいございますでしょうか。では一応今日の話もまた事務局でまとめて、この次の議論のプラスになるようにまとめて持ってまいります。事務局から何か言いません。ありがとうございました。本日、健康管理のあり方に関する資料3につきましては、ぜひ先生方からご自身のご意見、お考えを後日いただければと思っております。またその具体的な方法につきましては、近日中に改めてご連絡させていただきます。そして先生方それぞれのご意見を取りまとめた形で、また次の会議に資料として提出させていただきたいと思います。また資料1、2につきましても、もしご指摘、ご意見ありましたら、ぜひ事務局の方までお寄せください。よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。で続きまして次回第10回目の専門家会議の開催につきましてですが、8月27日水曜日17時からを予定しております。会場につきましては E のホールのルーム A になります。また本日の議事概要及び議事録につきましても後日公開とさせていただきますので、事務局からお送りいたします。後日ご確認をお願いいたします。事務局からは以上です。少し資料の皆様のお手に本当に届く時間が早くなったかと思いますけれども、ずいぶん事務局議論の努力していただきまして、それからスピーカーの先生からも早め早めに資料をいただきまして、議員の方に前もって今回は届けることができます。できるだけお互いの意思がどこかではっきりと表せられるように事務局としてもこれから努力してまいりますので、どうも今日は先生お二人ともわざわざおいでいただきましてありがとうございます。改めてお礼を申し上げます。どうもありがとうございました。